皆様こんばんは。こんばんは。本日もですね、こうしてご参加いただきましてありがとうございます。ただいまより第2期学びと夜間塾憲法に学ぶこの国の形、今日で第4回でございます。講座を開催いたします。本日は私副学院長、千代田大学院副学院長、衆議院宮崎武俊介が司会をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。学びと夜間塾、ご参加の皆様には、本日もですね、このウェブ会議システムを利用してライブでつながせていただいているところでございます。皆様からは講演の後ほどですね、質問をお受けしたいと思いますので、質問が終わりの方は、お名前とチャットにですね、お名前も入れて、チャットで入力してご送信をお願いいたします。後ほどこちらの方で、ご質問の指名をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。本日は作家で元東京都知事の猪瀬直樹先生にお運びをいただきました。どうもありがとうございます。本日はですね、ご著書のタイトルでもございます昭和16年夏の敗戦ということでご講演を頂戴するところでございます。このですね、この昭和16年夏の敗戦でございますけれども、実はこれ昨年の2020年6月にリニューアルとして再版もされたところでございます。そして今日はですね、石破茂先生にもご出席をいただいておりますが、その石破先生との対談もですね、掲載されているところでございまして、石破先生にも後ほどご挨拶を頂戴したいと存じます。ではまず講演に先立ちまして、主催者でございます中央政治大学院中谷元学院長よりご挨拶を申し上げます。ご清聴よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今日も学びと夜間塾を受講いただきましてありがとうございました。シーズン2ということで、今年新しくまた古代からそして、中世、前回は明治維新がありましたが、今日は戦前編ということで、昭和16年の夏の敗戦を書かれました名著でありますけれども、猪瀬直樹先生にお越しをいただきました。まあ、この本の中で出てくる言葉がですね、この全面的国家総力戦という言葉なんですね。この総力戦というのは国際的な軍事キーワードなんですけれども、フランス革命とかドイツの戦争経済において、国家の総力を挙げて戦うという時代になりました。でちょうど昭和の10年代というのは日中戦争が長引きまして、国を挙げてですね、この体制を作っていこうというところに、昭和13年に近衛内閣が総力戦という言葉を内閣で提起して、翌昭和14年の田中義一内閣、これで総動員計画ということで、この全面的国家総力戦とはいかなるものかということで、総理大臣が直接それを指示をしたというのが歴史に残っております。でそこでできたのがこの本の中で一番のテーマでありますが、総力戦研究所というものが立ち上がりまして、昭和15年からですね、若手のエリートがこれに集って、当時のこれについていろいろと研究をしたということが今日のテーマでございます。非常に数々の歴史的教訓もありますし、また現代に照らしてみても、今2021年米中、対立の覇権の中でですね、こういった国家の総力戦に比べてどうなのかということもですね、後ほど皆様方と考えてまいりたいというふうに思っております。今日は猪瀬直樹先生にお越しをいただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。中谷学院長よりご挨拶をさせていただきました。続きまして、先ほどご紹介をさせていただきましたが、猪瀬先生と対談もされました、石破茂先生にお運びいただいております。ご挨拶お願いします。皆様こんばんは。猪瀬先生の著書であります昭和16年夏の敗戦、日本人はなぜ戦争したかという本の販売促進を務めております。新人の石破茂であります。私は中谷先生の後を受けて小泉内閣で防衛庁長官をやったのですが、その時にこの本に出会いました。不勉強でそれまで私はこの本を読んでなかったんですけど、これを読んで
私はこの本読まないで防衛庁長官なんかやっていたのかというすごい衝撃を受けました。あまりに感動したので、私は国会で何度かこの本のことを取り上げました。菅直人総理大臣を相手にこの議論をしましたし、第一次安倍政権の時に安倍さんともこの本を取り上げて議論をしました。若い方々とお話をしている時に、安全保障を勉強するのは何の本読んだらいいですかって聞かれることが時々あるんですけど、私は迷うことなくこの猪瀬先生の昭和16年夏の敗戦、日本人はなぜ戦争したかという本から、安全保障は勉強してちょうだいということをお願いをしておるわけであります。この後先生ご本人からお話がありますから、私はめちゃくちゃしゃべる必要は全くないんですけれども、昭和20年夏の敗戦ではない16年夏の敗戦なのだと。日本は必ずこの戦争に負けるということは、昭和16年の夏、永谷さんのお話にあったように、当時の帝国政府が今のキャピタル東急ホテルのあたりに総力戦研究所という、名前はすごいんですけど実はバラック建て、そういうものを作ってですね、の日本のありとあらゆる官庁、陸軍、海軍、日本銀行、そして同盟通信、30代の本当のエリートを集めて、当時仕入れる全てのデータを彼らに渡して、アメリカと戦争したらどうなるか徹底的に研究しろと、こういうミッションが与えられて、昭和16年の春から夏にかけて研究して結論が出る、絶対勝てないと、何があっても勝てないと、どんな理由があってもこの戦争はやっちゃいかんという結論が出るわけですね。で、この近衛内閣陸軍大臣東条英機、これを聞いていて、机上の空論とは言わないが、諸君の研究には偶然の要素は欠けているのだと、日清も日露も勝てると思ってやったわけではないというようなことを言ってですね、本当に戦争に突っ込んで、彼らの研究の通りにことは推移をするわけです。外れたのはたった一つ、広島長崎に原爆が落ちたことだけ。ソビエトが不可侵条約を踏みにじって日本に攻めてくるところまできれいに当てたということで、ちゃんとしたデータをもとに、ちゃんとした人たちがちゃんとした論理で研究すれば結論は間違わないということです。逆にそのどれを書いたとしても結論は間違える、最後は精神論になる、本当にそれを繰り返しちゃいかんということだと私は思っておりますので、ぜひ野先生 のこの本は容易に手に入りますので、ぜひお買い求めください。ついでに言えば、NHK の取材班が書いているのやっぱり似たようなシリーズがありましてね、で日本人はなぜ戦争へ向かったかっていう、これは新潮文庫です。あるいはやっぱり NHK の取材班ですけど、太平洋戦争日本の敗因抵抗シリーズがあります。合わせて読んでいただければ大変ありがたいと思いますし、今日は斉藤健元農林水産大臣もいてですが、斉藤健さんの著書も読んでいただければいいし、あるいは失敗の本質なんていう本も読んでいただいて、ぜひ日本が二度と戦争することがないように、そういうような国にみんなでしていきたいし、自由民主党はその中心にならねばならんと思っております。本日はぜひ猪瀬先生の話をお聞きください。私も改めて勉強させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。では、早速講演に移らせていただきますが、ご紹介ございます通り、本日の講師は、作家で、元東京都知事の猪瀬直樹先生でございます。プロフィール簡単にご紹介をいたします。1946年長野県のお生まれでございます。作家としてご活躍をされておりますけれども、1987年、帝の肖像で大谷宗一ノンフィクション賞を受賞されました。1996年日本国の研究で文藝春秋読者賞を受賞されるなど、作家としてご活躍をされる一方で、小泉内閣での道路公団民営化委員、民営委員、東京都副知事、そして2012年から東京都知事に就任されるなど、公職の分野でも幅広くご活躍をされておられます。では、早速でございますが、猪瀬先生よりご講演をよろしくお願いいたします。
猪瀬直樹です。今日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。画面の向こうからも参加していただきましてありがとうございます。今石破さんからご紹介していただきましたけれども、これは去年の夏ちょっと表紙を変えましてね、で実はこれ被しただけなんで元の表紙はこれちゃんとあるんですけどでリニューアルしまして去年の版から石破さんとの対談を2010年の中央公論の対談を入れました。でその前は10年間ぐらい立場和代さんの対談をが入ってたんですけど、新しくそうしました。でもともとは書史的に言いますと1983年にこの本を書きました。だから今から約40年近く前です。で僕自身が30代半ばです、その当時ね。でこの総力戦研究所の研究生みんな30代前半です。総理大臣役の人が模擬内閣で総理大臣をやった人が36歳でした。ですからちょうど僕自身がもしその年齢でこれから未来はどうなるのかということに向き合ったらどうなるかというふうな考え方でこの本を書いてみました。で30代前半ぐらいが一番本当は頭が切れる時期だと思うんですね。物事がよく分かってるそういう時期だと思うんで、つまり50代60代になるとしがらみがあるから自分が言いたいことも曲がってしまったりとか、そういうことが、今回のテーマは そういう実際の内閣が50代60代で、総力戦研究所の模擬内閣が30代前半と、でその2つの内閣がどういう結論を出していくかというプロセスを客観的に描いているわけですね。で、まず大事なものは30代 その模擬内閣が出していった、数字とそれから ロジックですね、それがいかに正しかったかということが分かるんですけれども、その実際の内閣じゃあなぜ間違えたのかということもこの本の中で説明してあります。で当時僕は30代前半ですが、総力戦研究所の方々が70代後半ぐらいで皆さん元気な方がいっぱいいました。総理大臣役の人がこの冒頭に出てきますけれども78歳でした。で皆さんそれが年下ですから75歳から78歳の間ぐらいですね。で直接話をヒアリングして聞いていろんなことが分かったのと、それからこの間コロナの問題で公文書の問題出てきましたけれども、国立公文書館に残されている資料があるんですね。でそういう資料を照らし合わせる、それから総力戦研究所のヒアリングだけじゃなくて彼らの当時の日記なんかもチェックするということで、例えば今日雨降ってましたねとかっていう描写も出てきますよね。でそういうものもそういう日記の中から分かってくる。で、できるだけその当時の気候だとか日常生活だとかそういうことも描写の中に入れるようにして、そしてどういうふうな気持ちでいたのかということも分かるように描いたつもりですね。ところがこれ1983年に出した時に全く売れませんでした。日本の意思決定がどっか変だよねってことをテーマにしてるんですけれども、一つはジャパンアズナンバーワンエズラ・ボーゲルの、あれがもう大ベストセラーになって、ちょっと日本の意思決定おかしいんじゃないのってことを書いてるんで全く関心が持たれなかった。それともう一つはまだ左翼文化の時代、言論の世界は、である年配の編集者から君は東條の味方かねってなんか怖い顔で言われたんですね。別に東條の味方なんか全然してないんですよ。してなくてもニュートラルに書くとそういうふうに言われたりもしたということですね。で結局だから全然書評もほとんど出なくて全く売れなかった。だけど少しずつ少しずつ売れるようになっていったんですね。で、文春文庫で売れて少し売れたんですけど全般になって、それから小学館の先ほど石破さんが出してくれたこれ著作中に入れて、著作集に、小学館の著作集に入れて、それから中央公論の2010年にこの文庫に入って、それからさらにその表紙をリニューアルしてというふうなことで、去年の夏は夏だけで6万5000部売れたんですね。でコロナの意思決定がやっぱり
おかしいんじゃないかっていうそういう気持ちが出てきてて、やっぱ日本人の意思決定のあり方をもう少し考えるべきじゃないかと。で、公文書の問題もありました。だからコロナで、一斉休校をやったと。じゃあその意思決定のプロセスはどうだったのかということで、その対策本部会議が10分しかやってないのおかしいんじゃないかとか、いろんなことをみんな思ったわけですね。それから専門家会議の議事録が公開されてないと。で、そういうことをきちんとやっぱり検証できるようにしなければいけないん で、また皆さん覚えてらっしゃると思うけれども、民主党政権の時に原発事故があって、その時の意思決定が会議録が全然公開されなかったし、なんか取ってなかったです、会議録自身が。それで当時野党だった自民党が追及して、で民主党政権がその議事録をきちんと作り直すんですね。ですからそういうことで民主党に対して議事録作れって怒ったんだから、それ自民党自身が今度議事録をきちんと作ってないといけないんですね。まあ、そういうことはともかく起きまして、で大事なことは発想をやっぱり切り替えて物事を考える必要があるんじゃないかということで、ちょっとだけこれはいいですか、ちょっと画面をやります。これかこれで、ね、ちょっと発想の転換でちょっと頭に入れてほしいんですけど、これはどっかの地方の大学のキャンパスみたいに見えますけれども、これは刑務所なんですね。民営刑務所です。これセコムの刑務所ですね。セコムが2つ、アルソクが2つやってます。で、大事なのは出口戦略なんですね。つまり刑務所に入って 2,3 年いて出てきても就職なきゃダメなんで、でまた入っちゃうわけだから、でここではパソコン教室やってます、それから塀が、刑務所の塀は 4.5 メートルのコンクリートですけども、これは 4.5 メートルっていうところは守ってるわけで、あとはフェンスですね、センサーが走ってればいいわけ、監視カメラと。ということで、これは小泉大学の後半にこういう方向で行こうっていうことが決められて、実際は自民党の方々も皆さん忘れてるんだけども、これは構造改革の一つなんですね。でやはり今のコロナの問題でも病床が足りないとかいうふうなことを言われてるけれども、やり方いろいろあるんですね。その精神病院の病床数だけ多いんです。これはやっぱりその出口戦略がないからで、出口でグループホームにしていけばどん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 出ていくことになるんで、精神病院だけで、2兆円ぐらいかかってますから、3兆円からまあそれぐらいかかってますね。だからそれもいくらでも減らすことができるんですね。まあ、それはよしてこれか。これ石破さんがこの古い表紙のやつを持ってますけれども、これ菅直人政権で菅直人首相に、これ読んだのかって言ってるんですね。で菅直人読んでないということです。石破さんこれ質問するときに僕に連絡してくれないんで僕知らなかったんですけども、国会中継たまたまテレビつけてたら、なんか僕の名前呼んでない感じがあったんで、ふっと振り向いたら石破さんがこうやってやってて、あ、やってるなと思ったんですけども、これは YouTube に載ってますね。石破さんのおかげで本少し売れましたね。それから今小泉純一郎元総理が講演すると必ず昭和16年の夏の敗戦の話を最後にします。こっちか。で、日本国の研究という本を1995年に僕が書きました。でこれでドルコダ民営化等を含めた構造改革について、どうやれば解決するかというふうに本を書いてるんですけども、これは文春文庫です。当時で今は小学館の著作書に入ってます。で、1年前に日本国不安の研究ということで、医療問題の構造改革をどうしたら解決できるかという本を書いて、これは石破さんにもお渡ししたんですが、その後コロナにすぐになってしまいまして、コロナの前に解決できる問題がいっぱいあったのになと思っていました。で、ドルコーダ民営化は、道路の権力、道路の決着と2001年から2005年にかけて、民営化委員会でドルコーダを民営化することができましたけれども、この今皆さんご存知のようにやっぱりイメージが変わったと思うんですね。だから風景が変わるかどうかが改革の勝負なんですね。だからサービスエリア、パーキングエリアの風景全く変わりましたよね。前はもうまずいカレーライスとまずいラーメン食べさせられて汚い便所に入っていくっていうね。
今はもうあのコンビニが入ったりするようになってる、あるいはスタバまでコーヒーの入ってるで、場所によってはあの遊園地みたいになってる、すごいその人がたくさん入ってますね、まあ、そういうふうに変わっていくんだということで、風景が変わらないと改革はしたことにはならないというふうに思います。つまりライフスタイルがどう変わっていくかというところが構造改革だと思うんで、これについてこれかこれはまあいやそれでで、ちょっと字が出てて、これ字が小さいから見えにくいかもしれないけれども、そもそも昭和16年夏の敗戦という本をなぜ書こうかなと思ったのは、あの今の構造改革的なものと関係があるんですけれども、あの一番上の方にあの人造石油事業法って書いてありますね。そこですね。ここで、昭和12年に7カ年計画を作成して、ということは昭和12年から7年かけて昭和19年までの間にその人造石油は300万トンできるはずだと、で7カ年で昭和16年には120万トンが見込まれているはずだということが、この本の中には書いてありますけど前面には出してないんでお気づきになりにくいかもしれませんが、ここが実は希望なんですね。でちょっと話それます。僕はあの10日前に、EV のテスラ買いました。でこれ EV に乗って、これ今あの菅総理が去年の10月に2050年カーボンニュートラルって宣言しました。それからガラッとあの新聞の論調も変わってきましたけれども、あの完全にヨーロッパアメリカはあのカーボンニュートラルにシフトしてますから、EV 車に力を入れてます。で日本のトヨタはあの電動車って言い方してます。つまりハイブリッド、プラグインハイブリッド、燃料電池車、つまりその簡単に言うとスマホとガラケーの差なんですね。でテスラは全部スマホみたいになってるんです。車に乗ると15インチの画面があります。15インチですから、昔皆さん若い頃14インチのテレビでしたよね。あのテレビより大きいわけ。パソコンなんか15インチぐらい多いですけども、だから運転席の左側に15インチの画面があるんですね。スマホです、それ完全に。でそこで全部あの操作します。でトヨタは、トヨタって日本の人の車の考え方はガラケーです。あの内燃機関ガソリンエンジンの代わりに電気のエンジンを入れればいいんだという考え方に過ぎない。そうじゃなくてテスラはエネルギー産業なんですね。つまり太陽光発電を含めたあらゆるあるいは蓄電池ですね、蓄電池とかそういうものによって最終的には燃料コストをゼロにする、つまり自然エネルギーで全部足りるように作っていくっていう考え方をしてて、2050年カーボンニュートラルを先取りした世界を作り上げようとしたんですね。で実際にそれで売れてます。で僕の買った10日前に買ったテスラは中国の上海製です。で電池はパナソニックじゃなくてカトルです。あのカトル電池、あの、まあ、同じですけどリチウム電池ですけど、もしパナソニックちょっと高いですね。で安い電池です。性能悪いかって性能悪くないということで、その僕の今 家であのガソリンスタンドみたいにカチャッとあの入れると、もうそれで電池が一晩で入ってるということになるんですけども、であのさっきの道路あの高速道路のサービスステーションにありますから途中で補給もできるわけですね、まあ、そういうことでエネルギー革命っていう発想で、気候変動を捉えてるってことですね。でだからトヨタは日本の自動車産業は、雇用が600万人います。だからいきなり内燃機関から電気に変えると3分の1に減ってしまいますから、そこでトヨタは確かにそれを食い止めなきゃいけないというそういう使命といろんなものが入り混じって、あのなかなか既得権益というか構造改革ができない、しにくい、そういう構造になってるんだと思うんですけども、考え方が根本で違うんですね。で戻りますが、
エネルギーの問題だったんですね、常に日本の近代は。それで石油をどう確保するかという問題が当時からずっとあって、アメリカから石油を70% 輸入した。鉄鋼、くず鉄もほとんどアメリカに頼ってた。そういう状態の中で、石炭を液化すれば石油になると。石炭は割と満州でも取れるし、まあ、日本でも九州でいっぱい取れるとか北海道で取れるとかあるので、石炭を液化する、石炭を液化するということを人造石油と言ったんですね。人造石油事業法ってよく書いてるところですね。それで日本は今後これから総力戦体制に入っていくにあたって、人造石油事業法で税制をすごくその、保護税制というか、そういうあるいはインセンティブを与える形で、やった人たちにはそのまあ補助を与えるという、そういうふうなことをやったんですね。今テスラの話に戻ると、僕はテスラを430万円で安くなって買ったんですね。だいろいろオプションつけたんで500万円ぐらいですけども、で環境省の補助金が今80万円つきます。で東京都の補助金が25万円つきます。だから 100万円以上の補助金がつくんですね。だからそれインセンティブですね。そうやって変えていくんです。でこの当時も人造石油事業法というのをその作って、インセンティブを企業に与えて、国策会社みたいなのをいくつか作ったんですね。特殊法人みたいな、そこで任した。ところが全然うまくいかない。パイロットプラントでは成功する。ところが量産体制ができないんですね。ドイツは量産体制に入った。でヒトラーはもちろんチェコに侵入したりいろいろして資源地帯を抑えようとするわけですね。ルーマニアとかね、それやるんですけど、国内でも人造石油の生産量が300万トンに達してたんですね。ですからヒトラーは戦争準備体制ができてたんです。それでもまだロシアにソ連に行ったりいろいろやって、あちこちから奪っていこうという発想ですね。でここが問題で、この実はこのテーマの山場はそこにあるんですね。総力戦研究所で、この年表をちょっと見ていただいて、1939年に独ソ不可侵条約と書いてありますね、年表ね。で、その年にドイツ軍がポーランドに侵攻と、不可侵条約やった上でポーランドを取っちゃうんですね。で第二次世界大戦勃発で、1940年ドイツがパリに無血入城、まあ、ダンケルクで、その前にイギリス軍とフランス軍が追い詰められてドーバー海峡を渡って逃げてくで、日本はこの内閣、第二次この内閣ができる。それで北部仏印進駐と、これで資源地帯を抑えるということですね。まあ、その慌ただしい中で昭和16年1941年に総力戦研究所は開かれる。だけどこの総力戦研究所はもう昭和8年ぐらいから作ろうって言ってて、できた時はもう遅いんですね。ですからこの人造石油事業法が作られた頃に総力戦研究所を作って、エネルギー戦略をきちんと練っていればよかったんですけれども、その軍隊は軍隊で作戦を遂行するし、内閣は内閣で国家戦略において総力戦を考えるという考え方ができていなくて、で人造石油事業法できて、産業を保護して、石炭から石油を作り出す石炭液化を研究させながら量産体制を組もうとしても全然組めてなかったという中で歴史が進行していってしまいます。で、総力戦研究所の模擬内閣は昭和16年、まあ、総力戦研究所は昭和16年4月にできますが、結局何の準備もしてないので研究生を集めてたところで何をしていいかよくわからない。といろいろやっていくうちに今の情勢非常に厳しいぞということで、その厳しい情勢を前提にその7月12日に若い研究生たちに模擬内閣を作ってみろと、でいろいろ課題を出すので、そこでその模擬内閣の中で課題をきちんと解決してみろと、こういうことになるんですね。
で茂木内閣が昭和16年7月12日に総力戦研究所の中にできます。で総理大臣は久保田さんという人だったんですけども、これは今の農林中金出身の人ですね。で各その大臣役は、内務省出身の人は内務大臣、外務省出身の人は外務大臣、海軍省から来ている少佐は海軍大臣、大尉か少佐ぐらいの階級の人が来てます。で陸軍大尉だった人が陸軍大臣と、そして、各その役所それぞれ来てます。まあ、当時内務省は6人も入ってました。今の厚生省も内務省ですから、建設省も内務省ですからね、みんな、まあそまあ、6人ぐらい。それからあと大学の教授もいたり、それから新聞記者も1人いました。民間人は6人いたんですね。で、共同通信、当時は同盟通信と言いました。同盟通信の記者が1人、それからあと民間で日本郵船とか日本製鉄とか、まあ割と大手の財閥系の会社ですね、まあ、そういうところから来てる。で結局35人いて、ほとんど6人ぐらい民間人ですけども、ほとんど役所ですが、ただ軍人の比率は数人で 5,6 人で低かった。文官の比率が高かった、まあ、そういう中で、それぞれの、あ、ここでちょっと申し上げておくと、日銀総裁の役をやった日銀総裁、日銀出身の人はその後本当に日銀総裁になってます。でそれぞれこの役所の事務次官になるだろうと思われた人たちが抜擢されてこの総力戦研究所に来ているので、まあ末は博士が大臣かと言われた時代に本当に大臣、当時は事務次官がそのまま大臣になったりしますから、大臣になりそうなやつ、あるいは博士になり、博士って言っても そんなにいないんです。教授は1人2人しかいないんで、まあ基本的には実務をできるその若手の役人ですね。商工省出身の人は商工次官になりましたからね。あ、当時は後通産次官ですけども、まあ、そういうふうにそれぞれの人がそれぞれの大臣の役をやって、そこでデータを出し合って議論すると。で大事なことはその当時の国力をそれぞれの役所に持ち帰って自分の引き出し開けてくれればいろいろ資料あるわけですから、その資料を持ち寄って、そしてデータを突きつけて話をしていくということですね。でそういう閣議を何回も開いていくわけですね。でこの閣議を開いて、で一番焦点になったのはその、まあ、研究所の、まあ、所員というか、その研究所の所員は所長が中将ぐらいで、所員は大佐ぐらいですね。それが、まあ、出してくる課題ですね。で結局日本はアメリカの石油が8月1日に石油禁輸になりますね。でもう行ってきたりともアメリカから石油が来なくなった。海軍は石油がないと船が動かせない、もちろん陸軍も石油がないとゼロ戦動かない、まあそういうことで、石油をどう確保するかという課題を設定します。でもう単純な話が、石油はインドネシアにあるんですね。インドネシアに取りに行く、でインドネシアに取りに行く、まあ、ボルネオとかスマトラとか、まあ、ボルネオですね、石油を取りに行く。でオランダ領ですね、オランダ領ですから石油を取りに行くってことはオランダと戦争することになりますね。でオランダと戦争するってことは米 A が黙ってるわけないですね。で ABC で包囲網と言われましたけれども、それをと経済制裁、今の北朝鮮じゃないけど経済制裁徹底的にやられてますから、それを突破していくわけですからね。でそれで石油を取りに行くということになります。でその時に東条英機はその昭和16年の7月ぐらいから、そうですね、もう石油入ってきませんので、いよいよ南方に取りに行くしかありませんっていう担当課長が東条のところに報告に行きます。今これだけしか石油ありませんと。そしたら東条怒ったんですね。泥棒せえというのかと怒るんですね。君たちの、まあ、そう言うけれども、わざわざなけなしの予算をあてがって人造石油事業法でずっとお金をつけてきたじゃないかと、それはあるはずじゃないかと。そしたら、いやできてません。なんだと、当時は怒るんですね。
何のためにお前らがいたんだって怒るんですね。できてないんですね。これどういうことかっていうと、結局日本の工業水準が低かったんですね。あのパイロットプラントでできても量産はできないのは、結局その技術そのものはノウハウは掴んでたんですね、研究者たちが。だけど量産できないってことは、工場のエンジニアリングの問題なんですね。こういうその太いパイプが例えばある温度で破裂しちゃうとか、そういう全体のエンジニアリング水準が低いと量産体制組めないんですね。でそれをやっては失敗、やっては失敗して昭和16年になってるんですね。で東条の頭の中には120万トンぐらいできてるはずだと思ってるから、わざわざそのインドネシアに取りに行かなくたって当面はいいじゃないかって思ってるんですね。でそうじゃなかったっていうことがはっきりしてくるんですけれども、そこで総力戦研究所はインドネシアに取りに行くとなると、それはフィリピンに米軍基地がありますから、それは当然フィリピンの米軍基地から潜水艦なりそのあれが出動して、で、あるいはそのもちろん航空機もありますから攻撃してくるだろうと、で先端が開かれるということになるんですね。で総力戦研究所の内閣としては、模擬内閣としては、これだと日米戦争始まってしまうので、我々はできませんと、内閣総辞職させてください、ダメだと、それやったら決起が続かないと、まあ、ということで、あの冒頭のこの文書に出てきますけども、首相官邸の今あの警察の人があの当選部してますけど、あそこの坂ずっと降りていく道があったんですね。覚えてらっしゃる、あの首相官邸と第一議員会館の間の道あるでしょ、あれはタクシーがスイスイ取ってたんですね、抜け道で。あれいつぐらいまでだったかな、会館あれ、新しい官邸が新しくなった直前、なる直前ぐらいまでスイスイ抜け道だったですね。こんな無防備な官邸があるかと思いましたよね本当に平和だよね。今でこそ当選簿してるけど、でその首相官邸のあの坂道降りていったところの下に、あの今新しい官邸がちょっとお尻が突き出してるけれども、あそこに空き地があってテニスコートがあったんですね。でキャピトル東急の建物がある、あの辺にバラック建て の小さな学校みたいなのが総力戦研究所だったんですね。でこの本の冒頭にその久保田さんという総理大臣役の人と僕はそこあの首相官邸のあそこの坂道を一緒に歩きながら、総辞職するって言いに行ったんですよつって、この階段は石段を上がってきたんですよって言った、その跡が残ってたんですね。昔のしかし官邸は貧弱な官邸でしたよね。僕はあのドルコーナー民営化委員で小泉総理に当時報告に行って、あそこの階段があって左側の秘書官室みたいなとか事務室通り抜けたら総理の部屋があって、開けるとそれ僕はあの、ま、総理の部屋の前の部屋だと思ったらもうすぐ突き当たりでそれが総理の部屋だったんですね。それを当時の官邸覚えてますか、あの石破さんなんか言われた、あ、なんかね、よくあんな貧弱なところでやってましたよね。まっすぐだってね、まあそれはともかく そんな風なことで、新官邸ができるまではタクシーが通り道だったって話になりましたか、話戻りますが、で要するにそのそれじゃあそのあのシミュレーションにならないから、とりあえずもう内閣は総辞職いかんということで続けろと、でじゃあ続けてやりますということで、まあ、石油を確保すると確保したんだけども帰り道ですね。だからそれを運んで日本列島まで運んでいくのに途中でやっぱり撃沈されちゃうんですね。そうするとまずどのくらい届くかが問題なんですね。で生産量はまずそのパレンパン の, あの落下山の映像を皆さん知ってますよね。あれで降りてって、そしたらもうオランダ軍すぐに逃げちゃってて、ですぐ確保できたんですよね、まあ、そこで、それともなくそういうシミュレーションしてそれは確保できて、で船に積んでと、その船に積んでいくのにどのくらい積んでいくかということになると、やっぱりとりあえず帰ってくる。だけど
当然撃沈されるだろうと。で撃沈された場合に撃沈料とそれから国内の、まあ、タンカーなんて立派なものは当時なかったんですね、ほとんど。あとは普通の商船ですね、そこにドラム缶乗っけていくわけですけど、まあ、いずれにしろ商船隊がその撃沈されると、すると国内の船舶の生産量というのがあると、造船能力ですね、撃沈量と造船能力のこの釣り合いの問題なんですね。だから簡単に言って100運んでこようとしたら50その撃沈されたと。でその代わり新たに60作ればいいわけだよね、船を。というふうなことが、まあ、簡単に言えばそうなるわけですけども、それを計算したのが日本郵船から来た研究所の研究生が、まあ、企画院総裁役じゃなくて企画院次長役だったんですけども、民間だから。で、まあ、企画院次長役の彼が計算したのはイギリスのロイズの統計なんですね。当時イギリスの商船隊がドイツの潜水艦に撃沈される撃沈率っていうのをロイズの統計っていうのは決定的に正しいですからね。世界ビッグデータなんですよ、ロイズの統計は。その統計に基づいてインプットする。そうすると撃沈量って出るんですね。撃沈量と国内の船舶の生産量のバランスですね。だからもう今でもコンピューターシミュレーションみたいなもんですよ、当時。それやったんですね。そしたら3年で大体全部終わっちゃうと。いや本当にそうだったんですね。で実際にこの本に書きましたけれども、実際に戦後ですね、検証されるんですけども、日本商船隊戦時遭難史っていうのがあるんですね。昭和37年に刊行された日本商船隊戦時遭難史によると、昭和17年度に89万トン、それから昭和18年度に167万トンの船が沈められたと。両年度の平均船舶損失量は、その日本郵政から来た人ね、前田さんって人、前田の予想した数字とほぼ同じだったと。なお19年度は369万トンで日本商船隊は壊滅していると。ということで結局その石油が一個戻ってこないっていうことですね。つまり占領して確保しても運ばれてこないよということですね。そうすると戦争できないわけですね。そういうたった3年間のシミュレーションでもう分かるわけです、これね。でだからもう奇数は明らか。だから当時のシミュレーションと戦後の商船隊遭難史のデータとぴったり一致してる。だから予想が全く当たってるわけですね。だからつまり事前に全部それはシミュレーションで分かるわけですね。やっぱりだからビッグデータでコンピューターにインプットすれば数字は出るんですね。じゃあそれを実際の内閣でどうしたかっていうことですね。でまあここでだから結局我々は無理だと、まあ結局その日米開戦を前提にシミュレーションしたけどやっぱりできませんよねということになるんですね。それで実際の内閣がどうしたかっていう、これは写真ね、これ右の小さい方の写真は近衛内閣ですね。ね近衛さんってね、なんかね、皆さんあんまり貴族的な人だと思ってるけど、これ身長が185センチぐらいあるんだよ、これでっかいだよね。横の人ちっちゃいでしょ、ほら並べてみるとね。まあね、何考えてたんだかね、本当に。左側の人が、左側の大きな写真は東條さんいますね。東條さんのすぐ横にいる人、これが鈴木企画院総裁です。で企画院総裁ってね、簡単に言うと今の西村経済財政担当大臣と同じです。つまり厚生労働省とか国土交通省とかその役所軍団はあまり持ってないんですね。だけど全体の調整役みたいな数字を扱う場所ですね。だから専務は経済企画庁みたいな形ような経済財政担当大臣みたいなところですね。ですから鈴木企画院総裁だけどその総理の横にいるでしょ。やっぱりこれ数字の要ですからね。企画院ってね、まあ、会社でも企画部って一番大事だから、要するに企画院なんだよ、要はね。で、ちょっとこれ写真でね、
気づきにくいけど一番右端に見てください。岸信介さんがいますね。安倍総理のおじいさんが、まあ、商工大臣でカミソリ岸ですからね、ものすごいやり手ですね。岸信介さんはなんで戦争責任取れなかったか分かりますか。東条内閣の大臣は取られるんですよ本当は。これは最終的に御前会議で反抗する人がいるわけですよ。それは総理大臣と大蔵大臣と外務大臣と海軍大臣陸軍大臣この5人ですから、そこに入ってないんですよ。だから先般で一応入ったけど菅原にだけど不起訴になる。この5人は起訴ですから、まあその御前会議の反抗の問題ですね。最高意思決定会議が午前会議って今回のコロナの対策本部会議じゃないけど20分とかそのしかやらないでしょ。反抗するだけですから午前会議、天皇陛下座ってこうだけでということで、岸信介さんはだから全然先般となっても不起訴だったんですね。まあこういう東条内閣が、この右の小さい写真の方の近衛内閣が、9月6日にその、まあ、アメリカと戦争をやるような方向の決定をするんですね、午前会議で。だけどそしたら天皇が、いや僕は欧米とはあんまりやりたくないんだなみたいなことをつぶやくわけですね。で木戸幸一内務大臣、内大臣って、まあ、今で言えば宮内庁長官みたいなものだけれども、もうちょっとなんていうか天皇陛下の側近ですね、侍従長や宮内庁長官をもう少し合わせたような、まあ、天皇の官房長官みたいなもんですね。まあ、その昭和天皇の側近の木戸幸一がこのまんま行くとですね日米開戦になっちゃいますよと、いやそれは困るよなっていうな雰囲気ですね。で旧戦法の東条を総理大臣にしたら止められるかもしれないと。東条は天皇に対する忠誠心がものすごい強いんで、天皇陛下が君やめた前ね やらないでほしいねっていうニュアンスを言えば東条はそれに従うだろうと、まあ、そういうふうな木戸内大臣のアドバイスで、虎穴にいらずんば虎子を得ずだねって天皇が答えてるんですね。虎の穴に入らないと虎の子供は捕まえられないよと、つまりリスクを取らないとならないねと、要するにリスクを取って東条にするとということで虎を捕まえようということですね。で東条内閣ができたのが昭和16年10月27日かな、その年表、さっきの年表見れば、10月18日か。そこで東条内閣は天皇陛下に暗にアメリカと戦争したくないんだよなっていうふうなことをつぶやかれるわけですね。で東条はもうガチガチになって「はいや」ってやるわけですね。さてと戻ってきて大本営がある、陸軍海軍がある、それから政府がある、政府大本営連絡会議、両方軍部と政府と合同した会議を開く。で、全部総ざらいしようと、アメリカと戦争できるかできないか総ざらいしよう。で総ざらいするっていうことは結局そのあらゆるデータを出してくれと言うんだけど、海軍は海軍で自分の石油の備蓄量言わない、陸軍は陸軍で海軍に対抗して言わない、アメリカと戦争するときにお互いの石油の備蓄量言わないで戦争しようとするとおかしな話なんだよね。国内で分裂して敵に勝てるわけないということだけど、まあ、それはなんとか調整してどのくらい石油があるんだと、それからいろいろ議論するんです。なかなか議論1週間ずっと議論し続けるわけですね。で総力戦研究所もずっと議論してたわけですね。それはデータを出してファクトロジックで議論する。で東条大学の議論はそれぞれみんな思惑で議論するということですね。それで結局そのこういう結論が出てくるんですね。10月だから、まあ東条大学できからもう毎日毎日議論してますから10日ぐらいだいたい議論終わるんですけども、これ10月29日連絡会、南方作戦遂行の場合液体燃料いかんということで鈴木企画院総裁が答えなきゃいけない。それで陸軍省や海軍省がいろいろ資料を出させて、でこういう見積もりを作るんですね。国産一番上の昭和17年と見ると国産石油25万トンと、国産石油って新潟で石油取れたら知ってますか。新潟で結構取れてたんですよ、まあといってもこのぐらいですけどね、25万トン。
国産石油25万トン。僕ね、長野市出身ですけど、遠足で長野の少し山の方に登ったあたりに矢倉があったんですよ、小学校の時に。これ何の矢倉だったら石油掘ったんですよって言ったね。あとはそういうのなかった？なかった。あのね、まあとにかくあちこちで石油掘って見てるんですよね。矢倉があって、もうまあね、それで国産石油25万トン、人造石油、これがだからさっき言った本当はここで120万トンぐらいできてなきゃいけないわけですよ。人造石油30万トンって実際できてない、嘘なんだこれ、30万トンないんだから。で南方乾燥油、まあ最初の占領の年は30万トンぐらいしか取れないだろうと、もっと取れないと。で前年繰り越して、これまで備蓄ですね。で、備蓄が690万トンで、海軍が100万か200万で、逆に陸軍が100万か200万で、海軍が500万ぐらい持ってるから合わせると775万トン。で、需要ですね、実際使うのは520万トンだから、残量が255万トン残ると。で、次、昭和18年は、国産が20万トン。なんでこれ25、20、30ってこれ国産石油が動いてないよく分かんないけども、どっちにしろ2、30万トンしか出ないよと、国産は。で人造石油がこれ30万トン、翌年40万トン、次50万トン、これ期待値なんだよね。で根拠ないんだよ。で南方乾燥油、これはだから戻ってくるか戻ってこないか別にして、ホールドはこれぐらいできるわけですよね。だからいやもう占領したから、もう次の年200万ぐらい取れるだろう、さらにその次の年はもっと取れるだろうと。で取るのは合ってんだよこれ。でこうやっていくと前年繰り越し前年繰り越しで、最終的に残量が一番右下ね、70万トン、つまり70万トン残るよと。で3年戦って70万トン残るんだから、3年戦っていられるんだねって数字なんだよ。要は総力戦研究所では戻ってこないっていうことをシミュレーションやってるわけよね、ロイズの統計で。ですからもう初めから1年目ぐらいで終わってダメになっちゃうよね、3年続かないよねっていうのは、そういう研究所の統計のシミュレーションの結果ですよね。と全然違うでしょ、これ3年間やっても70万トン余ってるぜっていう。これが最後にこの10月29日の連絡会議の夜中に出された数字だ。でこれでほぼ、つまり最終的にみんなね、鈴木定一企画院総裁に結局どうなんだってみんな言うわけだよ。で、この数字ですって出すわけね。そこでこういうことだった。僕はね、当時93歳で、鈴木定一企画院総裁は千葉県の成田の近くの農村で、いおりに住んでたんです。僕は35歳です。で、93歳の人を訪ねるんです。ですが、93歳の人は、その41年前だな、1982年って言ってるから、いきなり訪ねてきた人が41年前の11月5日のアメリカどうなってたんだってしつこくしつこく聞くわけだよ。ただこの人頭いいね、やっぱり相当頭いい人だったことは確かな、全部覚えてる。やっぱり今の閣僚でだよ、何月何日って40年前のことを細かく細かく聞かれてピチッと答える人がいるかどうか、ね、すごい覚えてる。で結局そこで僕が尋ねる。で耳遠いから、これ僕は慌ててその辺にある紙でグワーって書きながら聞いてるわけね。でそこで、それがこの本の、184ページからその尋ねてる場面を書いてるんですけども、それで、慌てて書きながら、そんな耳遠いと思ってないで言ったからね、こうやってやってもなんか聞こえてないみたいなんで、こうやって書いて、で結局さっきの10月29日の連絡会議でああいう数字を出した、鈴木さん、鈴木閣議総裁が出した。で11月1日に実質改選決まったんですね。で、あとは日米交渉だっていうんだけど、本当の改選決まったのは12月1日ですけども、もうそこで実質決まってるんで、午前会議で11月1日のことを説明しなきゃいけない。でどういう気持ちでしたかと。で僕は、数字はやるための数字素回しじゃなかったんですかって書いてたんですね。といや、なんて答えたでしょこれね。
186ページ、180… あ、これじゃねえよ、ごめん、あ、これだ、189ページですね。11月5日の午前会議の報告はどういう気持ちでしたかと。そしたら彼は、189ページの終わりですね。僕は腹の中ではアメリカと戦争をやって勝てると思っていなかったからとても憂鬱な気持ちで読み上げましたよと。あの時はね、陸軍が戦争をやると言ったが実際にアメリカとやるのは海軍なんだと。海軍は決心しないとやれない、陸軍は自分でやるんじゃないから、腹が痛まない、それで勝手なことを言っていたんです。海軍は自分がやるんだから最終的な決断は海軍がすべきだったんだ、ところが海軍はできないとはっきり言わんのだ。これ海軍のせいにしてるんだけど、実際本当なんだよね、これ。海軍はやらないって言ったら予算取れないから、やるとも言わないし、やらないとも言わないんだよ。それはだって海軍の予算って陸軍よりも何倍もあるからね。戦艦ヤマト作ったりしてるんだから、陸軍なんて380だから大したもん持ってない。で、そういうことなんで、まあ鈴木企画院総裁は海軍の人はもっとやらないって言ってくれればいいのになと思いながら話をしてたと。で、なかなか言ってくれないと。でもその数字を出したらあんたが決めたことになっちゃうよって僕は言ってるわけで、で、鈴木は自分の報告の効果を知っていたはずだ。で、僕は質問ですね。企画院総裁の提出した数字はやるための辻褄合わせに使われたと思うが、その数字は客観的と言えますか。と彼はこう答える。客観的だよ、戦にならないようにと考えてデータを出したつもりだと言うんだけど、さっきのデータは戦できちゃうっていう数字だよね。これだね、今この次のこれ、数字は客観的で言えますかと。客観的だよって言うから、でもこの左側の質問の紙ですね、でも石油は残るという数字が出されましたが3年分出てるかってね、でやれるってことだからって僕は書いて、慌ててこう書いて紙示すわけですね。でも石油は南方進出した時に残ると出てたと、とにかく3年分の数字が出したじゃないかと。そしたら彼はこう言うんですね。戦争を何年やるかという問題なんだ。仕掛けた後は初戦に勝利してすぐに講和に持っていく、その戦いがせいぜい1年か2年、そうすれば石油は多少残ると踏んでいたんだと。しかし3年分の数字出したじゃん。いや、とにかく僕は憂鬱だったんだよ。やるかやらんかといえばもうやることに決まっていたようなものだったんだと。やるために辻褄を合わせるようになっていたんだ。僕の腹の中では戦はやるという気はないんだからって言うんだよね。で、そこの次のこれだけど、これやるかやらんかと揉めているときにやる気のない人がなぜやれるという数字出したのかって僕は聞くわけですよね。企画院総裁としては数字を出さなければならんって、っていう職務の話なんだよね。ここだよね。ここがだからこの人ちゃんと何月何日の話って40年前の覚えてて、質問もその時の質問も僕もその時言いたような感じで質問してるわけでしょ。その時のその日のことをちゃんとやり取りしてるわけよね、全く昨日のように。でものすごいだから目もがんもう鋭い目で、耳だけ遠いだけで頭はものすごいいいんだよね。だから多分相当優秀だったから企画に総裁になってていたんだと思うけど、結局だから自分の役割が、空気の中にいたっていうか、そういうことになっちゃうんだろうけどね。はい、終わりにします。それで最後これアッシュの実験カードってご存知ですか。これはね、なんですか、これ左側の線があるでしょ、この線と同じ長さのものはどれかって聞くんですよ。で、8人ぐらいテーブルに、丸テーブルに8人ぐらい座ってて、で、その8人座ってて順番に左から 1人目、2人目、3人目って聞いていくわけですよ。で、最後7人目、6人目か7人目ぐらいに
被験者がいるんです。あとみんな桜なんですよ。そうすると桜この左の長さに一番近いものはこの3番ですって言うんですよ。と2番目のやつも3番です、4番、3番目のやつも3番ですって言うんですよ。とずっと待つ、おかしいな、俺2番だと思うんだけどなと思ってんだけど、だんだん自分の番回ってきて、みんな3番だって違う、じゃあ僕3番ですって言っちゃうんですよ。それをアッシュの実験なんですね。それでアメリカ人みたいに日本人よりももっと個人意識が強い人たちでも3割引っかかって、それでだから空気の研究っていうことだよね、これ。だから山本七平とかそういう人が空気の研究とか言うけど、やっぱりファクトできちんと実証実験で証明するアメリカのやり方だから、実証実験でやると、でもう一つ大事なこと、それでずっとこう7番目ぐらいにいるわけだよね、被験者が。あとみんな桜って知らないわけだよ、本人は。みんな3番だっていう、俺だけ言うとおかしいかなとか考えちゃうわけね。2番に決まってんのにな、おかしいな、俺目悪いかなとかね、いろいろ考える。で次にそのもう一回実験いろいろ変えるわけで、一人ね、やっぱり違うよ、これ2番だよっていうやつがいるんです。そうするとそいつも一人いるだけで、あ、俺2番だと思うって言うんだよね。だからそこなんだよね。だから空気というのはこの中でこう10人ぐらいいて、一人だけなんか言ってたんですけど、もう一人、いや俺もそう思うよっていうやつがいれば、やっぱりもっと主張が変わってくるんだよね。だからここはその空気っていうのは変えられることは変えられる。だからその一人味方がいる、二人味方がいるだけで全然変わってくる。それだからメディアの役割っていうのは非常に気をつけなきゃいけないんで、一斉にメディアが全部同じ方向に行っちゃうと、そっちに空気ができていっちゃうから。日本の新聞はみんな同じこと言ってるから、だからそういうこと、テレビもそう、同じこと言ってだから、あるいはまあコメンテーターも同じことばっかり言うやつがいっぱい揃っちゃったりすると危ないということで、まあ皆さんの中でもこれから政策決定する場合にやっぱりきちっと空気感をこうどう変えていくかっていう問題ですね。だから今鈴木陰総裁はそのアッシュの実験用の中にいるみたいな感じなんでね、みんなそう言ってると、俺だけ違う数字違うって言えねえよなっていう風な感じになってたと思うんだね。だけどじゃあ総力戦研究所のシミュレーションはどうだろう、思惑はないよね、ファクトファインディングロジック、そこできちっとやる、利害関係ないわけだから。でただその研究所の所員がそのちょっと陸軍から来たタイプの研究所の所員がアメリカと日本どっち強いかみたいな時に、あ、日本には野暮魂があるとか言って、そしたら研究生が、向こうだってヤンキー魂あるんじゃない、両方賛成しなきゃおかしいじゃないって反論したりするわけね。でそういうちゃんとロジックが通るように話をしていけば正しい結論は出るということですね。時間オーバーしてるね。でだからちょっと結論を言うと、今そういうことでその鈴木閣議総裁のその置かれた立場というのは、なんだ鈴木ってお前ダメなやつじゃないかっていいこと簡単に言えるけども、つまり彼はずっと40年前のことを昨日のように覚えてるってことは、あ、俺はここで間違えたなっていうことの自覚があったっていうことだね。ね、だからそして実際にまあその結果戦争をやって300万人死んだわけですから大変なことなわけで、でまた東条英機もリーダーなんだから天皇陛下にお前やめてほしいよなっていう感じのことを言われてるわけだから、貫きゃいいのに、いやなんとかなんないかなとかってリーダーシップが弱いんで、秀才タイプなのね東条英機は、学校秀才なんですね彼はね、基本的にはやっぱり。だから僕はどの子が見えた時に小泉総理はあれ変人だからね、だからぶれないんだよ変人、だから秀才は隣を見て秀才を見て、また隣で秀才を見るけど、変人は秀才じゃないからぶれないんだよね。だから信念があれば違うんで、どの子が見えかでも追い詰められた時あったんだけど、あそこでぶれてたらダメだったなって時あったんだけど、ぶれなかったから、やっぱりそれは大事なんだよね。やっぱりだから変人である必要があるんで、やっぱり意思決定っていうのはね、ぶれちゃダメだと。で日本は大事なことはいろいろ言うけど、国家戦略がないところがあって、国家戦略はやっぱり大きな枠組みだから、変人がそこでぶれないでリーダーシップ発揮しないとできませんね。だから日本は変人率をいかに上げるかということが大事だと僕は思って、
言えると思うんですけどね、まあ、以上とりあえずこれ終わりします。ありがとうございました。今日は先生方にもですねたくさんお越しいただいてますので、もうちょっと時間もですね、限られてますんで、もしご意見ございましたらお一人お二人ぐらいよろしいですか。では先生、では一言。今あの猪木先生は物を癖、オイルを中心にね、ちょっと今解説もされて、で それだけのことじゃないんだけども、まあ、あの総力戦でから初めから負けてたんだよって言われたんだけど、僕はあの戦争なんかのいろいろこと読んでると、やっぱあまりにも我が国は人をね消耗品として物と同じように扱った、あの心理というのはこのどこにあるんだろうと。310万も、まあ、そのうち260万が軍人で、残りがその民間の人といいますかね、あの船であの物を運んだりする人たちも亡くなったりしたんだけど、そういうことに関する日本人のその何ちゅうか考え方っていうのは何にあるんだろうかと思っていつも思うんですけど、それはどうお考えですか。難しい話は簡単に言えないけど一言言うと、ゼロ戦のあのシートが、穴はすぐ開いちゃうわけですよ、機関機銃で。だけど向こうのグラバーのシートは頑丈にしたと。でどっちが大事かっていうことですよね。で当面はゼロ戦はそれで軽くて戦闘に勝ってたけど、結局パイロットを失うってことだから、そうすると学生みたいなのに急にパイロットになったらダメなんだから、だからそういう意味でやっぱり人を大事にするっていうことが勝つことにつながるっていうことについてのまず認識がなかったってことですよね。そのプロフェッショナリズムが大事だっていう、だからそんな運転、車の運転だってそんな簡単じゃないのに、飛行機の運転をいきなり学生みたいにやらせてできるわけないね、戦うんだからね。だからそういう人を育てるってことは本当大事だってことですよね。当面軽い飛行機の方が回転がいいからとかそういう方に行っちゃったわけですよね。それだって平坦ですよね。つまり今回もそのもの平坦そのものでしょ。石油を持ってくる、石油のやつ戦争できないわけだから、中国大陸行っても後で自分で補給しようって非常にひどい話でね、現地調達だから、何の兵隊を持って考えないのかっていう、こう問題ですよね。だからそれは戦略的思考の欠如だっていうことだと思いますけどね。ありがとうございました。よろしくございますでしょうか。今日はですね大変、多くのご意見もいただきまして、そしてまたですね、先生方にも最後までですね多くの先生にご参加をいただきました。本来でしたら中谷学院長よりご指名いただくところなんですけれども、今日は学院長から石破先生にということでお話をいただいておりますので、最後石破先生からご感想いただきまして締めの方もよろしくお願いいたします。たびたび恐縮であります。あのぜひ本買ってください、ということであります。近現代史ってあんまり勉強してない人が多いんですよね。でそれはその縄文式土器と弥生式土器が何が違うかっていうのもそれはこう大事なことかもしらんけれど、なんであの戦争になっちゃったのと、なんで途中でやめられなかったのということを徹底的に考えないとまた同じことが起こるんだと思うんです。で私はその湯先生の本読んでて、そうだよなと、本当にこれ読んでないで防衛庁長官なんかよく自分やってたなというふうな話を冒頭しましたが、何度読んでもすごく味わいのある本だし教えられることが多いです。でみんなやったって勝てないっていうのは分かる人は分かってたんだけど、それ言うと予算もらえないよねということですよ。それ言うと飛ばされちゃうもんね、それ言うと出世ないもんねっていう話ですよね。それが集合して結局この国は300万人死んだわけだし、今でも日本はその戦後引きずってるわけです。でそれも毎日感じますよね。だからそのぜひ猪木先生の本を読んで本当に何なんだろうってことを考えることが大事だと思うし、今日改めて私はそれを思ったことでありました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。猪木先生改めまして本当にありがとうございました。でまた参加をいただきました塾生の皆様もありがとうございました。以上をもちまして学びと夜間塾本日の例会閉会をさせていただきます。次回はですね4月8日木曜日16時30分から作家の門田隆翔先生をお迎えをいたしまして、今だからわかる根本中将に学ぶ台湾を救った歴史的意味と題して講演をいただくことになっております。16時30分からでございます。お間違いないようにお願いいたします。では以上をもちまして閉会をいたします。どうもありがとうございました。